お疲れちゃんです。ラットです。そして、お疲れ様でした。今日は救急選手、お疲れ様です。お疲れ様です。救急です。いや、やっぱお疲れ様ですって言われたら、やっぱり、いや、俺もツアーだーって。そんな挨拶あるんですか？お疲れっつって。大事です。お疲れ様です。お疲れ様です。久々じゃないですか、僕んち多分。なんかそうなんですよ。久しぶりだなって。もうこうしてね、究極は人が離れていくんですよ、俺。何ですか？いや、でも、お忙しいですから、もうプロがね。完全にお忙しそう。全員忙しそう。まあまあっすね。いや、まあまあっす。全員本当に忙しそう。まあまあっす。まあいやいや。はい。で、何ですか、先行。ちょっと今日ですね、はい、ちょっと協力バトルの方を、あら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 、やりたいなと思いまして。協力バトル、うん。まあはい、そんな感じです。何ですか、タイトルは。タイトルで協力バトルやるっつっても、やったら分かんないです。例えばなんかその、施設のみだけとかあるじゃないですか。いや、今日は。うん。ゴレラバクローン。ゴレラバクローン最強説っていうのを。デカブツ系の。そうっすね。めっちゃデカブツ系だ、これ。でもなんかゴレもラバも強いじゃないですか。まあ確かにね。クローンしとけば、まあ大体強いみたいなとこありますから。そうそう。ゴレクロも、ラバクロも強いんで、まあ両方やっちゃえって感じです。両方じゃあ僕はラバだけとかにした方がいいんですか？あんまどっちかしたいですね。確かに。じゃあ僕ラバにします、そしたら。いいっすよ。で、クローンも2人入れるってことですよ。それ。1番でいいんですかね、クローンって。どうしっちでもいいっすね。なんか本当にどっちでもいい。本当にどっちでもいいから。ちょっと、どっちでもいいじゃなくて、どうでもいいじゃないですか、それ。違います。どうでもいいはいけません。それはいけませんね。それはいけませんから。どっちでもいいです。どっちでも大丈夫です。これにいいじゃん、クローン入れよう。なんかベビードラとかなんか、その辺入れといてもらえたら。ラッドさんとやるんだったらね、どうせ勝てちゃうんですよ、マジ。これマジ。いや。どうせ勝つんで。適当すぎじゃないですか。いや、ほんと勝つんですよ。でも、ほんとに適当。負けたことあります？ラッドさんと僕やって。いや、それありますよ。それあります。ありますっけ？それあります。だから毎回協力バトルやると勝つみたいな意味。それありますよ。こうやって。めっちゃ昔か。めっちゃ、いつまでそのネタやるの？それは懐かしいっすね。わかる人グッドボタン押してください。お願いします。1000になったら僕らの勝ち。よし。まあ、こんな感じかな。ディガー、究極さんやります？僕ディガーやります。ディガーのプロなんで僕。はい。じゃあ、クローン担当は、あ、そっか、クローン。あ、僕入れちゃいましたよ、クローン。はい、いいっすよ。で、僕なんか、他のなんか適当な、ご両親系で。オケマル。はい、ということで、オケマルで。オケマルで友達と遊ぶ。ラッドさん。友達かぁ。よし。いや、もう、友達じゃないっす。友達ではない。大先輩、やめてください。それやめてくださいよ、それはやめてください。友達ではなくないですか？いや、僕は友達という認識ですよ。いや、なんかもう。本当に。いや、なんだろう、なんか、複雑ですよね。そう。YouTuber。なんか、友達じゃない、ちょっと友達じゃないというか、あ、やべ。そう。完全に、やばい。これ友達じゃないわ、これは。今のは友達じゃない。今ない、やばいっすね。まあこれ、皆さんもう、ラバー出して、あーってか、そうですね。なんか、はい。あ、これトルネでやります。あーだす。あ、だます。でも、ゴレの後ろに。あ、ノックバックしちゃった、ちょっと。痛い。ちょっとこれ痛いっす。頑張りましょう。もう。わあ、いい位置。これもう、ユニットで。ユニットで。いっちゃっていいっすか？もういっちゃっていいっすか？いっちゃっていいっす。もういっちゃったら終わりっす。破裂、これファイスピが行った瞬間にファイクロンと。いや、ザマーと、これザマー。ザマーは、口が悪い。ザマーは口が悪いっす、マジで。ザマーは違う。失礼しました。大変失礼しました。やばい、全然ダメ。全然ダメや。いや、僕多分ね、ここでね、もうディガーを添えちゃうんです、僕がなりと。ありよりなりっす。ありよりなり。ゴリマイとかめっちゃいい。いや、素晴らしい。このパピーも来てるんで。やばい。言ってる。パピーめっちゃ強いやん、これ。いいディガーっすね。いいディガー。いいディガー。センキューディガー。もう、ファイブ打っちゃっていいっすか？あ、やっちゃってください。あれ、これ、GG じゃないですか？あ、あ、でも、落ちるんで。はい。落ちるんで。あー、てかこれあれっすね。気持ち守りにくいみたいなのがあるっすけど。いや、うわ、うまっ。いいっす。いや、でもね、そのフリーズはね、僕打てないっす、普通。普通の人間打てないっす。これだけっすよ。いや、違う。これだけっす。それができないんですよ。それを押せないんですよ、人間は。人間は、だからその抑止力が働いちゃうわけですよ。これミスったらどうしようっていう抑止力が。あるんですよ。ポチです。で、これ左行きます？右行きます？左で行きましょう。左で丁寧に行きましょう。これ、課題作って勝ちっすよ。僕あれなんですよ、これだって。ちょっと最初。出してください、出してください。ラバいいですか？ラバちょっと足速いじゃないですか、こいつ。でも、ちょっと足速いっすよね、ほら。確かに。これはでもラバが先に行ったら行ったら別に。あ、でもそっか。あ、待って、そんな足速くないさては。確かに。え、なんか僕あれ一緒全然。これで一緒ですか？全然ですね。で、ここで。もう、どんどん行って、どんどん行って。うわぁ！やば、嫌われそうっすね。
ここでもうディガーでしょ。 あ、でもいいんじゃないですかこれ。いやもうカットする。だってこれもう、なんでそんな撮るねとか思ってんの。いや一応入れときました。うわやばえぐっ。わこれもうなんかえぐちまるやん。ああこれね、はい、来た。これ勝ちましたね。そういうことだ。なんかもう余裕すぎて、なんか余裕すぎだから僕マジ負けたことないと思いますよ、ラッドさんとやって。それはナイス。本当にっすか。え、なんでここへ来て初登場なんだけど。いたの初登場ですよね、多分ね。いたの、そうっす。初です、初です。えげつい、これもう、はい。いや、余裕ですね。完全防衛。いや、プロ。プロ。これ、いや、負けない。だから、本当に負けない、僕らは。なんか余裕でしたね。マジで負けない。もう一回、もう一回やりましょう、もう一回。もう一回やりましょう、もう一回。もう一回やりましょう。再戦できます、再戦できます。はい、いや、まずね、そのなんか、僕はあの、YouTuber 論語りたいです、はい、その。友達って言ったら、なんか、嘘じゃないですか。はい、まあそうですね。なんか別に別にっていうかちょっと違うんですよ、ね。ああ始まった、はい。ちょっと全くまるで違うですよね。なんかなんだろう。あもう ラバーが申しいですね。あちゃん。あでもいいっすよ。待ってなんか誰か音楽流してない？ちょっとやめて。やめて。動画撮影中撮影中。そういうのには厳しい。ちょっと行っちゃう。あいいっすよ。僕左やるんで。音楽流してない。動画撮影中に消える人コラボ入って消える。そんなことあります。いや最強それが。そんあクローンできます。あクローンね。あこれはもうクローンしちゃう。クローンいらない。まさかさては。いやいる。やっちゃっていいっすね。いやいい。いやもうこれ、いやマジ協力バトルクローン使ったら負けない説ないですか。いやワンチャンありますよマジで。だって僕それはある。それはありますね。だから PS とかやってないっすよ僕。だってもうなんかただ出してるだけですよ。それで勝てるもんなんですよねマジで。えげつい。えネクロってこんなんだ。あー縦線いきます。ああいやもう縦…いいです。おぉイエスイエスイエス。今のはいやもう完全に今のはすごい。完全に反射神経ですよやっぱクラバっていうのは。一発撃ちか今のはすごい。やばっすね。そのホバやばい。そのホバはマジちょっと秀逸。嬉しいっすね。いやえぐいえぐいえぐい。褒められるとなんか気持ちいいっすね。いや確かにそれはあるっすね。はいそれはある、それはある。えあこれもう頑張ってほしいっす。任してください。頼みます。やばいやばい。いや言うて言うて。いやーいいランバ。いやあとこれヤンじゃないですかこれ。いやまあまあっすね。これ左側になんかいいインドラとか。いやもう僕もラバ行っちゃう。ラバ行っちゃうっすか。惜しまないんで。じゃあ僕これダクで出てこれにワンチャンクローンもありっすけどね。もう行っちゃいます。僕ぐらいだったらすぐ行っちゃいますもん。はい、はい、やっちゃいましょう。いやゴレゴレともうこれだけで落ちますもんね。えげつですね。うわぁいけっつーですね。うわぁいやだから優秀やばこれ。ああここででも勝ちっすね。あーいいなんかもう勝ったみたいな。なんなんすかこれは。いいんですか果たして。なんなんですかもう余裕じゃないですか。だからラットさんとマジで、はい、逆にね視聴者さん教えてほしい。僕と似合ってね。あれ、はい、なんかもうボケット見てた。全然僕とラットさんで負けた試合ありますかっていうね。うわぁそのゴレえぐい。ありますスタップ細胞はあります。あこれもうクローンでやっちゃってください。ああやべ。そのクローンちょっと。ちょっとね。ちょっとね。なんならホバリング方が。そうです。ホバリング。いやでも、もう。え、待って、いやこれね、マジ負けたことマジでないと思うわ。やばい。余裕ですね。よいしょ、もう一回行きましょう。もう一回行きます。だって。なんか気持ちいいっすね。いや、マジで見てて気持ちいいと思います、これ。ポチ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 。なんかそのヒーリング作用がある方があるじゃないですか。なんか白く良くなるっていうよく画像あるじゃないですか。はい、それですよ。あります。皆さんそれ。じゃあこの動画のタイトル。視力が良くなる。え、めっちゃいいめっちゃいい。その動画どうすか。ちょっとタイトルずりすぎ。いや、まあまあまあ。めっちゃいいけどな。そういう動画僕は出したことないじゃないですか。やばい。当たり前ですけど。ないっすね。ここはね、もうね、共有です。はい。もう完全に共有です。もう捨て。もはや捨て。いや、てか、え？まあ捨てっすね。いや全然入ってないじゃん。でも気持ち捨てですね。これもう本当にすごいですね。ディガってください。あのここファルチェちゃんにでザップ打てます。あざす。いや素晴らしい。あここでザップ打つと本当だ。もう相手何もできてないもん。えぐい。でもクローン打ったら打てます。あざす。あいやすええこれ本当視力回復動画っすよ。視力が上がりますね。カッコクラロはカッコとし視力が上がる。視力上がったわ。いやでも僕健康診断で視力マジ上がったんですよ。もともと 0.40.7 とかだったんですよ。それが 0.81.0 になったんですよ。ほんますか。そんなことあります。
いや、ほんとっす。マサイ族になったんですよ。マサイキヨキヨ。僕もこれなんで上がったか教えてほしいぐらいですけど。これマジっす。これマジっす。関係ないですけど、あんま。いや、ほんとっす、これ。だから、なんでだろうっていう。いや、僕も知りたいです。だって、そんな視力回復するならもう困らないですよ、誰も。あれじゃないですか。やっぱ。PC を使ってるしな。偶然ですか、まあ、あれだ、彼女いるからだから。彼女いるから、彼女しか見てないから視力悪くやろ。じゃあさ、視力がなぜ上がったのかで、なんなんすか。だから僕は別に、やっぱ遠くの世界をやっぱ見てるわけですよ。やっぱ、ああ、今日も天気が青いなと。ただ横に彼女いたらもう彼女の目しか見ないじゃないですか。だからもう、マサイ族ってなんで目がいいかっていうと、その本当もう、周りに何もないんで遠くしか見ないんで目がいいんですね。はい。そういうことです。なるほど。彼女しか見てないんで。彼女は遠くに。それ違う。それ違う。それ問題発言だ、それ。違うです。位置的なやつが、こう。まあ確かにね。それだとちょっとね、愛がね、薄れちゃいますね。難しいところでございます。はい、何でもすいませんでした。すいませんでした。皆さん、すいませんでした。はい。というわけで。こんな感じで。いや、ありがとうございます。すごい。ただ協力バトルしただけみたいな。いや、それがいいんですよ。僕の動画はほんと最近そういうのが多いですよ、はい、企画しない。いや、それ素晴らしいですね。で、日常感というかデイリーっていう感じ。それやりたいですね。それやりたいですね。いやで、まあいいや、なんでもない、はい、というわけで今回コラボさせていただいた曲さんのチャンネル概要欄に貼っておくので、皆さんチャンネル登録まだしてない方はぜひそちら飛んでください。お願いします。あとコラボ動画今日はね、ちょっとたくさん撮るんでね、はい、たくさんあるんでぜひ見てください。お願いします。というわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。